いいねは、大韓民国ソウル特別市出身の女優で学者。京成大学校芸術総合学部、映画専攻教授。平壌県部伝承者のイム・ヨンスンは母。小学校5年時より、MBC 児童合唱団に在籍し、ナフナやソテジはアイドルらと舞台で共演した。合唱団在籍中、周囲から子役俳優になることを勧められている。1992年。 KBS 主催の創作同様大会に出場、新しい道を歌い優秀賞を受賞した。1992年、中学校3年の時にミュージカル、屋根の上のバイオリン弾きが韓国で初公演された際には、テビエの末娘ビール家役として出演した。これをきっかけに俳優としてのキャリアを歩み始めた。同年には、MBC のテレビドラマ、天使たちの歌に出演。 その後 MBC ベスト劇場の作品、KBS の時代劇、ハン・アキラ、SBS の時代劇、大王の道等に、子役として出演した。1999年には、EBS の青少年向けドラマ、君の夢を広げろに、高校生役で出演。2000年には、学校シーズン3にユダイン役として出演した。2005年には、解決遥かで、主人公、 チュニアンの友人ハンバニ役を2009年には KBS 千秋大豪で僕高志の王妃信正を公役を演じた。2010年には戦友で反北ゲリラの一員チ,チョンファ役を演じ同年度 KBS 演技大賞最優秀演技賞候補となった。いいねは小学生時代よりトップクラスの成績を上げていた優等生であったが香川文玄中学校入学後 芸能活動を中断して学業に専念するようになると成績は下落した。時間を持て余していることに気づいた母親が芸能活動のために成績が落ちたらすぐ活動をやめることを条件に芸能界に復帰させたところ成績は再び全校1、2へと戻ったというエピソードがある。香川女子高等学校2年時には生徒会長を務めた。3年時に 東国大学校と理科女子大学校を受験して、どちらにも合格、演技に役に立てばと映画演劇科を受験していた東国大学校に入学したが、芸能活動との両立が困難な大学のシステムに失望。香川女子校時代の担任教員にいた大学受験を勧められたこともあり、大学一年時の夏より受験勉強を開始、その年の冬に 一般入試で、高来大学校政治経済学部に、奨学金を得て入学した。この時の大学中学能力試験の成績は370点であったという。後に、メディア学部に転じ同学部新聞放送学科を卒業した。2009年2月、韓国芸術総合学校に兼任教授として、任用され、同年6月に、 高来大学校大学院言論科修士課程に合格し入学。翌2010年から韓国芸術総合学校専人教員として1年間勤務した。2012年に修士課程を修了古道学科博士課程に入学、古道課程を修了。2013年から2015年までソウル総合芸術実用学校で専人教授として勤務した後、 同年9月より、京成大学校デジタルメディア学部専任教授に就任。古芸術総合学部映画専攻の教授となった。出演作品は、個別に注釈があるもの以外はによる、一覧を表示する一部、企業名をクリックすると、CF の動画ページに飛びます。ありがとうございます。